当然ながら、ダンフォースと私は格別な興味と奇妙に個人的な畏敬の念を持って現在我々がいるこの地区を研究した。もちろんこの場所だけでもあり余るほどの膨大な題材があり。幸運なことに我々はもつれ合った都市の1階部分からごく後期に属する家を1軒見出した。近場で起きた断層のため幾分損傷していたものの、大廃棄の職人による彫刻があり、人類以前の世界について我々が概要を別件し推測し得た最後の時代である先進性から遥かに下る時期の物語を伝えてくれた。これが我々が精査した最後の地点だった。ここで発見したあるものが、早急に調べるべき次の目的地を告げたからだ。確かに我々は地球上のあらゆる地点の中で最も異様にして風変わりかつ恐ろしい場所の一つにいた。現存する全陸地の中で遥か最古の地がここであり、我々の中に、このおぞましい高地こそ伝説が言う悪夢の連光源に違いないという確信が育っていった。それはネクロノミコンのクルエル著者すら論じるのを避けた場所だ。大山地は恐ろしいほど長く連なり、ウェッデル海東岸のルイトポルトランドの低い山地に始まりほぼ大陸全体を横切っていた。真に標高の高い部分は南緯82度東経60度から南緯70度東経115度を結ぶ強大な弧を描いて、我々のキャンプに向かって覆う形をなし、海側の終端は長大な氷に閉ざされた岸辺となって、南極圏限界線からイルキス及びモーソンが別件したのはその終端部の丘である。なおもまた、さらに途方もない自然の壮観が不安なほど地下上に存在するらしかった。私はかの山脈がヒマラヤより高いとは言ったが、問題の彫刻のせいでそれらが世界最高峰だと言えないでいるのだ。その不気味な栄誉は、彫刻のうち半分が一切触れようとせず、残り半分が明らかな反発と戦慄をもって取り上げたあるものに関すべく、取っておかねばならぬのが明らかだ。それは古くからの土地の一部で、地球が月を放り出し古き者どもが星々から染み落ちてきた後に、最初に海から顔を出した場所だ。漠然たる名城しがたい邪悪な地として生まれるに至ったのである。そこには都市が建てられていたが、彼らが到来した時には崩壊しており、その滅亡が突然だったことが判明した。その後コマンチ期に地球が最初の大規模なミモダエを起こした時、その地は激しく痙攣し、混沌のただ中この上なくいやらしい騒音を立てて恐ろしい一連の峰々が突如として起立し、地球はその最も高く最も恐怖すべき山脈を受領したのだ。彫刻の縮尺が正確だったとすれば、この忌まわしのものの標高は1万2000メートルを優に超えていた。我々が横切ってきたショッキングなクルエル山脈を遥かに超える巨大さだ。それは南緯77度東経70度から南緯70度東経100度にわたるっているようで、この首都から 500km も離れていないため、例のぼんやりとした乳白色のもやがなければ西方を遥かにうっすらとそれら恐怖の峰々が望めただろう。北端は同様に南極圏限界線にあたるクイーンメアリランドの長い海岸線からも見えるはずだ。太平記の古き者どもの中にはそれらの山脈に奇妙な祈りを捧げる者がいた。が、それらに近づいた者もそのあちらに何があるか推測してみようとした者もいなかった。それらはこれまで人類の目に触れたことはなく、私は彫刻から伝わってくる情緒を研究しながら、永久に目に触れないままでいてほしいと祈ったものだった。それらの背後には人の目を遮る丘々と海岸。クイーンメアリランドとカイザービルヘルムランドがあり、これらの丘々に上陸し投函できた人間が一人もいなかったことを私は天に感謝した。私は以前のようには古い説話や恐怖に対して懐疑的ではないし、人類以前の彫刻家たちが、
不気味な尾根のそれぞれに稲妻が意味ありげに足を下ろしたり、極地の長い夜中恐ろしい光法の一つから説明のつかない光が差している様子を描いたりしても、もう笑おうとは思わない。古の名こと写本が囁くいてつく荒野のカダッスにも極めて現実的でゾッとするような意味があるのかもしれないのだ。だが、そこまでは名状しがたく呪われていないにせよ、手近の知性も負けず劣らず異様だった。この都市の礎が築かれるとすぐに、例の山脈は主要な神殿が鎮座する地となり、グロテスクかつファンタスティックな塔の群れが空を圧する姿を多くの彫刻が描いていた。今となってはその名残を奇妙に這い上る立方体や宝類として見ることができるのみである。時が経つにつれ洞窟が現れ、神殿の付属物として整備されていった。さらに幾時代かを経ると、石灰岩の鉱脈はすべて地下水によってくり抜かれ、山脈、麓の丘、その下の平地には洞窟と回廊がそれこそ網の目のように張り巡らされることになった。多くの彫刻が地底深部への探査を描き出しており、地球の頂に潜む日の差すことのない三途の川めいた海を見つけるまでを示していた。疑いなくその漆黒の大深淵は、西方にある名もなき恐怖の山脈に源を発する大河によって侵食されたもので、この大河は元来古き者どもが住む領域の基部で向きを変え、山脈に沿って流下し、ウィルキス海岸のバッドランド及びトッテンランドの間でインド洋に注いでいた。流れが向きを変える地点において石灰岩からなる麓の基部への侵食が徐々に進み、ついに地下水が作った洞窟に到達したとうとうたる流れは一緒により内部の深淵をうがっていった。最終的に大河の水はすべて中抜けになった丘丘へと流れ込み、海に向かう古い川床を干上がらせた。今回我々が見出したように後からできた都市の大部分はこの仮称だったものの上に建てられたのである。古き者どもはその間の事情を理解しており、例のごとく鋭敏な芸術的センスを発揮して、大いなる流れが永遠の暗黒へと流れ込み始めた麓の丘の突端に絢爛たる案内塔を刻んだのだ。かつておびただしい数の壮大な石橋が架けられていた大河。我々が空中からサーベイしたものはまさにその痕跡だった。彫刻に出てくる川の位置をガイドとして、都市を描いた様々な光景が、それぞれこの塔の昔に死に絶えた地の長い歴史の中でいかなる段階に属するのかを推測することができ、そのおかげで我々は特徴ある目立った地点、広場や重要な建物等、を急いでかつ注意深くスケッチし、調査行きを進めるための案内図を作ることができたのだ。まもなく我々はこの地が100万年ないし1000万年ないし5000万年前にどうだったか、その驚くべき全体像を無双の中で再構築できるようになった。なんとなれば、彫刻は建物や山脈や広場や郊外や地平線を写そうと茂った第三期の植生をそのものすばりの姿で描いていたからだ。それはうっとりするような、神秘的な美しさだったに違いなく、このことを考えると、行き詰まるようなこの都市の非人間的な年代、重量感、死滅感、孤絶感、凍った黄昏、およびそこから生まれるじとじとした不吉な反感のことなどほとんど忘れてしまった。だが、いくつかの彫刻に従うと、この都市の住人自身が過酷な恐怖の首輝きに囚われていた。繰り返し描かれる陰惨な光景があって、そこでは古き者どもが恐れおののきながら何かから後ずさっている様子が描かれていたからだ。それが何か決して描かれることはなかったのだが、大河の中で見出されたそれは、元和歌の恐怖の西方山脈に発し、ズルに飾られた波打つ蘇鉄の森の中を流れ下ってきたことが示されていた。都市の放棄へと導いた最後の災害の予兆を見出せたのは、末期に建てられた一軒の家に飾られていた大廃棄の彫刻の中でのみだった。不活発でストレスだらけの不確かな時代の空気を割り引いて考えても、疑いなくどこか他の場所には同時代の彫刻が余たく存在したに違いないのだ。実際そのような彫刻が存在したという確かな証拠はすぐ後に見つかった。だが、直接触れたものはこれが最初で最後だった。我々はこの後さらに先に進んでみようと思っていた。が、
状況が急に変わったため、先に述べた通り他の目的を優先させることにしたのである。しかしながら、そこには終わりがあるはずだった。いつまでもこの地に住み続けたいという希望が古き者どもの間で滅び去った以上、彼らはある時点で壁面彫刻を完全に終結せずにはいられなかったはずだからだ。究極の打撃は、もちろん、地球上のほとんどの地を霊属させた大氷期の到来で、この奴隷状態は不運なる極地においては今なお続いている。この大氷期は伝説のロマール及びハイパーボリアといった他の世界に冠たる地の息の根を止めたのである。南極で寒冷化が始まったのがいつか。正確にこれの年からです。という答え方をするのは困難だ。今日今日我々は、氷河期の始まりを今を遡る約50万年前だとしているが、極地ではこの恐怖の無知形は遥かに早期に始まったはずだ。推測を交えずに定量的な推定を行うことは不可能だが、大敗彫刻が制作されてから100万年も経っていないのではないかと思われ、また都市の放棄が完了したのは、全地球規模で見た通常の更新世の幕開け、50万年前、をかなり遡る時期だったと思われた。大敗彫刻の中には至るところで植生が被白化し、郊外生活を営む古き者どもが減少している兆候が示されていた。家の中では暖房器具が見られ、陶器の旅行者は防寒服を着ているように描かれていた。ついで我々は一連の渦巻き装飾を見た。これら末期の彫刻では、連続した帯状の配置がしばしば中絶されていた。それは一番近いところにあるより温暖な避難所へと移住者が日増しに押しかけていく様子が描かれていた。遠くの海中都市へと逃れていくもの、石灰岩の洞窟の網目を通って穴だらけの丘へと入り込み金場にある地下水した樽くらい深淵へと転げ落ちていく者。結局は金場にあったこの深淵が最大の移民先になったようだった。一つにはこの地が伝統的に特別な聖地とされてきたからだというのは疑問がないが、もっと決定的だった点は蜂の層状になった山脈の上に立つ大神殿を使い続けられることにあったのだろうし、また広大な地上都市を夏の別荘として使え、種々の行動を介した交流基地として使えたことにあったのだろう。新旧両居住地の連絡はいくつかの傾斜路の掘削や連絡路の改良によってより効率的になった。その中には古いメトロポリスから暗い深淵へと直接結ぶ多数のトンネルの新設が含まれる。急降下するトンネルで、我々は作成中の案内図の上にそれらの航行を注意深くメモした。それらの位置をできるだけ慎重に推測した上で、それらのトンネルのうち少なくとも2つは明らかに現在地から十分探索可能な距離にあった。どちらも都市の山脈側の縁にあたり、一つは昔の川の跡に向かって400メートル弱のところ、もう一つは反対側にほぼ倍だけ離れていた。この深淵には傾斜の緩やかな乾いた岸辺がいくつかあったが、古き者どもは新都市を水中に作った。温暖な定常環境を得られる見込みがより大きかったからに違いない。隠れた海は大変深かったらしく、地球内部の熱のおかげで居住可能な環境が無期限に保障されていたのだ。者どもは決してエラ呼吸系を萎縮させようとしなかったため、短期の水中生活に、もちろん結局は全生活を水中で送ることになったのだが、適応するにあたり何ら問題はなかったようである。彼らがいかに頻繁によそで海中生活を送っている親戚筋を尋ね、いかに習慣的に大河の深い底まで潜っていたかを多くの彫刻が描いていた。南極の長い夜に慣れた彼らにとっては地球内部の暗さも物の数ではなかった。疑いなく衰退した様式ではあったが、洞窟内における新都市建設について語るとき、これら最後期の彫刻は真の叙事師と呼ぶべき出来栄えを見せていた。古き者どもは科学的にこの事業を遂行した。蜂の巣状になった山脈の中心部から不溶性の岩石を切り出し、最も近い海中都市から熟練工を雇い入れ、最良の手法に従って建設工事を進めたのだ。この新たな企てを成功させるために必要な全てをこれらの熟練工たちは携えてきた。
岩石用寄住機を培養する元になるショゴッスの組織やついで洞窟都市で荷役を担う獣類。そして光源として用いられる輪行性有機体の原料たる多種の原型質。ついにかの冥府の海底に壮大なメトロポリスが現れた。建築様式は地上の都市に酷似し、建設事業の一環として受け継がれてきた精密な数学的要素のおかげで他に比べて退営を免れていた。新たに培養されたショゴッスは甚だ巨大に育ち、独特の知性を備え、驚くべき迅速さで命令を理解し実行している様が表現されていた。それらは古き者どもの声真似によって彼らと会話していたようで、哀れなレイクの冒険が正しく結論を示したとすれば、幅広い音調にわたる一種音楽的な笛の音だ。以前とは異なり、催眠術による暗示よりもむしろ音声による命令で働いた。しかしながらそれらは称賛に値するほど見事に制御されていた。輪行性有機体は極めて効果的な証明となり、外世界の夜に親しんでいた極光が失われた埋め合わせとなったのは疑いない。もちろんそれなりに衰退はしていたものの芸術と装飾が追求された。古き者どもは自身の凋落ぶりを自覚していたらしく、多くの事例でコンスタンティヌス大帝の方針に先鞭をつけていた。大帝は同じく大敗の時代にギリシャやアジアの最高の美術品を剥ぎ取り、自らの民の力ではなし得ないほど見事に東ローマ帝国の首都を飾ったのだが、古き者どもも同様に陸上都市から特に優れた古代の彫刻のある石材を選んで新都市に移植したのだ。移植された彫刻付け石材の数は膨大な、というほどでもなく、はじめのうちは陸上都市を完全に放棄するつもりではなかった事実が伺えた。この都市を完全に見捨てた時には、間違いなく極地における更新性が深く進行する前に起きたはずなのだが、古き者どもは大敗芸術に満足するようになっていたのだろう。あるいは昔の彫刻に良さを見出そうとしなくなっていたのかもしれない。ともかく、優れた像のうち動かせるものはすべて他の可動物同様に永劫の静寂に佇む周囲の遺構から持ち去られていたが、彫刻を丸裸にされるような浮き目にはあっていなかった。大廃棄の渦巻き装飾や帯同が語っていたのはこんな物語で、前述の通り、我々が限られた探査で見出せたのはこの時代までだった。それらの彫刻は我々に古き者どもが夏は陸上都市、冬は洞窟内の海中都市と足しげく行き来し、時折は南極の沖合にある海底都市と取引している姿を残していた。この頃までには陸上都市を襲う最後の運命が認識されていたに違いなく、それは悪しき慣例の侵略を示す多くの兆候が彫刻に表されていることからわかる。植生は衰弱し、冬に降った恐ろしい雪が夏至の頃にも溶けきらなくなった。家畜にしていたトカゲ類はほぼ死に絶え、哺乳類がかろうじて生き延びるありさまだった。陸上での作業を続けるには不定型かつ奇妙な体感性を持つある種のショゴッスを地上生活に適応させねばならなくなった。以前の古き者どもなら拒んだのに、今や大河に生命なく、地上の海も海氷とクジラ以外のほとんどの居住者を失い、すべての鳥は飛び去り、残るは巨大で醜いペンギンのみだった。その後何が起きたかは推測するほかない。洞窟内の海中都市はどれだけの期間生き延びたのか？石造りの死体となって今でもそこで永遠の暗黒に眠っているのだろうか？地下の水脈は結局凍結したのだろうか？外世界の海底都市にはどのような運命が訪れたのか？灰夜氷冠に追われて北に向かった古き者どもはいなかったのか？現在の地質学には彼らが存在した痕跡はない。北の陸上に広がる世界では恐怖の巫女が未だに脅威となっているのだろうか？光も即縁も届かぬ地球最奥の深淵に今日まで生きながらえている者がいるとしたらそれは何か？あるいはそんな者はもういないのか？誰にわかる？これらの者どもはいかなる圧力にも耐えられるようだった。そして海の男たちは時折奇妙な物体を釣り上げてきた。また、ボルチグレヴィンクが一世代前に報告した南極のアザラシに見られる謎の傷跡は殺しやクジラ説で本当に説明できているのか？
哀れなレイクが発見した標本はこの陸上都市の歴史の中でごく初期に生きていた個体であることが地質学的な状況から判明しているため、以上のような憶測の中で考慮されることがなかった。掘り出された地点からして彼らは間違いなく3000万年以上前のものであり、彼らの時代には洞窟内の海中都市は、いや洞窟それ自体が存在しなかったと我々は考えていた。彼らに思い出があるとして、それはもっと古い情景。至るところに第三期の植物が繁茂し、彼らの住む都市若い陸上都市には一面に芸術の花が福育として咲き誇り、とうとうたる大河が大いなる山脈の麓を北に向けて流れ遥かなる熱帯の海へと注いでいた時のものだろう。それでもなお我々はそれらの標本のことを考えざるを得なかった。特におぞましい暴虐に見舞われたレイクのキャンプから失われた8体の完全標本のことを、あの県全体に異常な何かがあった。誰かの狂気に押し付けてしまおうとあんなにも努力した異様な何かが、あの恐怖の墓所、亡くなった物資の量及び性質、ゲドニー、かの古代の怪物のこの世のものならぬ強靭さと、今や彫刻によって示されたその種族の異常に変態的な生命力。ダンフォースと私はこの数時間というものそういったものをたっぷり見てきたし、原始世界の秘める信じがたくもゾッとするようなあまたの謎を信じ、かつそれについては口を閉ざしておこうという心の準備ができていたのだ。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。